本名字は、東京都豊島区菅野五丁目にある、北家ケ囚人門流の東京の別院。三号は、徳坂栄山。陰号は、総寺院。本尊は十回環状、十海艦城万太五1572年日喜びが、海山、徳川家康の家臣らのうち、三河国ぬ方軍の海雲山長福寺という古札の、段下で、徳川家に仕えた、久世博信。 大久保忠勝、大久保安忠、安倍忠政らが、家康が岡崎から遠州引く前の入場に際し、非喜び商人にお願いして創建された寺である。1590年9月に家康は、関東奉行に命じられて、江戸城に入る。帰営を受けていた、久世広信、大久保忠勝に企みり、この年に、武蔵国豊島郡の江戸城清水五門内、小石川町に移ったが、間もなく、 ご用地になったため、飯田城に返地を与えられ転居した。ガラン総令でいたやらと呼ばれ、評判は、家康の耳にも達していたという。1603年、江戸の家康に、征夷大将軍宣言があった。慶長年間に累勝したので、牛込門内に移った。この時も癖、大久保、安倍の三子の計らいがあった。1616 16年、安藤津島丸の助力を得て、 小石川へ移し、本堂、客殿、首郎を混流した。1636年、小石川の道東伽藍が全勝しこの時、久世家の尽力によって、幕府から指定された海地の本郷丸山へ移り、客殿、栗を混流した。立地条件もよく明治の終わりまでの約270年間は、この地を離れなかったので、遺書を丸山様と言われるようになった。 本名寺に行くには幅5.5メートル、長さ36メートルの本名寺坂を下って行く。突き当たりに草門がある。寺の敷地は、廃領地が4910坪、無念具のが247坪半と広い。この中に、旧県四面の本堂、客殿、書院、栗、主郎、達中の十二火事があった。現在も本号四丁目付近に、 本名寺坂なる地名が残されている。1657年1月18日から20日に起きた明暦の大化の日元は本名寺とされているが様々な説があり実際の日元は不明。振袖家事説の振袖物語はあくまでも伝承であり成立の経緯もわかっていない。ただ1682年天那2年の天那の大化の影響を受けているのは確かで 八百やお七の事件があったことで、明暦の大火でも、このような因縁話があったに違いないという民衆の真理によってできたものだと考えられる。放火説は、複数の説があり、丸橋中や、優位小説一の残党のような反逆分子よる、不定浪人の放火という説と、江戸の都市改造を実行するために、都市計画担当者の誰か、紐元を本名字に引き寄せたという説がある。 火元引き受け説は、火元は本明寺の近くにあった老中、安倍忠明の屋敷だったという説。火元が老中の屋敷だと幕府の威信が失墜するため、老中に頼まれ、本明寺が火元を引き受けたというものである。本明寺には事実として、大火の翌年から檀家ではない老中、安倍忠明より数票の米が、大火の栄光料として、本明寺に届けられている。 この供養量の行為は幕末まで続き、明治維新後は金額によって続けられ、関東大震災に至って終了している。これだけの大化の火とであるならば当然厳罰に処されるものと思われるが、本名寺に対して一切音が,がなかったとされている。大化後多くの寺社が移転させられているにもかかわらず、本名寺は移転されることもなく数年後には、元の場所で復興し、さらには、 触れ頭へと異例の昇格をしている。なぜ音ががなかったということに関しては、本名字尾元引受け説が出るものの、あくまでも推測の意を出ない。現在の豊島幕巣鴨の本名字境内の墓地には、明暦の大化の死者の母台を弔うために建てられた、供養塔がある。明暦の大化供養塔1667年、幕府により、北家宗勝列各派の触れ頭となる。 老中久世山と守広之の推挙によるものだと考えられる。1908年から3年がかりで丸山本郷の地を去り、現在の豊島幕菅も5丁目の地へ移転した。当時の本名寺周辺は見渡す限り大根畑だったという。背景としては1893年に総本山の本聖寺が火災によって失われた本聖寺再建のためである。 タ中チュ六が院を廃して、巣鴨の地に移転した。長王子も、またタ中チュー四県を廃して、北海道の手塩に、事故を移すというかけがえのない犠牲を払った。1941年に、本名寺は、総本山本政治の別院となる。1945年の太平洋戦争による、東京大空襲で、本名寺は、首郎と三門の片側以外すべてを失った。 ご本尊は防空壕に安置し、一部書物は疎開していた。この空襲により本名寺内に多数の犠牲者が出ている。ありがとうございます。